こんにちは。いやー、ちょっと甘いものね、控えてたんですけど、まさか、あれ？この前食べたじゃん。いや、違うんですよ。これね、ファミマの方。ホイップ&カスタードいちごサンド。これはちょっと違うんじゃないかと。やっぱりね、セブンとファミマだと、なんかね、全然違ったりとかしたら、これ困るなと。これみんな食べないとね、いけないっていうことで買いました。こっちは298円。いいお値段です。まあ、どうなんですかね。はい、楽しみです。いやー、やっぱりこのいちごケーキよりも、こういうサンドとかの方がちょうどね、いい加減って、悪い意味じゃなくて、程よい加減かなという感じでいいですよね。では、いただきます。いちごサンド。うまい。まあその差はわからないですね。多分一緒に交互に食べてもわかんないじゃないかな。うん。もう間違いない。外れないですよ。うまっ。めっちゃうまい。やっぱこの何ですかね、甘いものと酸っぱいものってね、合うじゃないですか。もうまさに地で言ってる感じ、最高ですね。はい、うーん、この甘さとね、酸味の効いたいちご、うまっ。これでね、ブラックコーヒーとかあったらもう何もいらないって感じですよね。ほんまうまっ、うまっ。まあ甘いものが好きな方はこのうまさ分かりますよね。最高。もう日の打ちどころがない。まあ要するに、まあ自分の好みっていうわけですよね。まあ苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、いやー、ほんとね、いいですね。ごちそうさまでした。というわけで、まあ、ファミマの買ってもね、セブンの買っても満足度は私の味味覚ではわからなかったですね、っていう勉強になりました。まあもしね、まあ、味覚の超えた方ならちょっとね、あると思うんですけど、いやー、この甘いものを食べた後って幸せですよね。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。